横光リーチ作、機械。はじめの間は、私は、私の家の主人が、狂人ではないのかと、時々思った。観察していると、まだ三つにもならない彼の子供が、彼を嫌がるからと言って、親父を嫌がる方があるかと言って怒っている。 畳の上をよちよち歩いているその子供がパッタリ倒れるといきなり自分のサイ君を殴りつけながらお前がバンをしていて子供を倒すということがあるかという見ているとまるで喜劇だが本人がそれで正気だから反対にこれは狂人ではないのかと思うのだ少し子供が泣きやむと もうすぐ子供を抱きかかえて部屋の中を駆け回っている四従男。この主人はそんなに子供のことばかりにかけてそうかというとそうではなく、およそ何事にでもそれほどな無邪気さを持っているので自然に彩君がこの家の中心になってきているのだ。家の中の運転が彩君を中心にしてくると彩君系の人々が それだけ伸び伸びとなってくるのももっともなことなのだ。したがって、どちらかというと主人の方に関係のある私は、この家の仕事のうちで一番人の嫌がることばかりを引き受けねばならぬ結果になっていく。嫌な仕事。それは全く嫌な仕事で、しかもその嫌な部分を誰か一人がいつもしていなければ、 家全体の生活が回らぬという中心的な部分に私がいるので、実は家の中心がサイ君にはなく私にあるのだが、そんなことを言ったって、嫌な仕事をする奴は使い道のない奴だからこそだとばかり思っている人間の集まりだから、黙っているより仕方がないと思っていた。全く使い道のない人間というものは、 誰にもできかねる箇所だけに不思議に使い道のあるもので、このネームプレート製造所でもいろいろな薬品を使用せねばならぬ仕事の中で、私の仕事だけは特に劇薬ばかりで満ちていて、わざわざ使い道のない人間を落とし込む穴のように出来上がっているのである。この穴へ落ち込むと金属を腐食させる塩化鉄で、 衣類や皮膚がだんだん役に立たなくなり、臭素の刺激で喉を破壊し、夜の睡眠が取れなくなるばかりでなく、頭脳の組織が変化してきて、視力さえも薄れてくる。こんな危険な穴の中へは、有用な人間が落ち込むはずがないのであるが、この家の主人も若い時に人のできないこの仕事を覚え込んだのも、 おそらく私のように使い道のない人間だったからに違いないのだ。しかし、私とても、いつまでここで片輪になるためにぐずついていたのではもちろんない。実は私は、九州の造船所から出てきたのだが、ふと途中の汽車の中で一人の夫人に会ったのが、この生活の初めなのだ。夫人はもう五十歳余りになっていて、 主人に死なれ、家もなければ子供もないので、東京の親戚のところでしばらく厄介になってから、下宿屋でも始めるのだという。それなら私も、食でも見つかれば、あなたの下宿へ厄介になりたいと冗談のつもりで言うと、それでは自分のこれから行く親戚へ自分と行って、そこの仕事を手伝わないかと進めてくれた。私もまだ、 どこへ勤めるあてとてもない時だし、一つはその夫人の上品な言葉や姿を信用する気になって、そのままふらりと夫人と一緒にここの仕事場へ流れ込んできたのである。するとここの仕事は初めは見た目は楽だが、だんだん薬品が労働力を根底から奪っていくということに気がついた。それで、今日は出よう。 明日は出ようと思っているうちに、ふと今まで辛抱したからには、それでは一つ、ここの仕事の急所を全部覚え込んでからにしようという気にもなってきて、自分で危険な仕事に近づくことに興味を持とうと努め出した。ところが、私と一緒に働いているここの職人のカルベは、私がこの家の仕事の秘密を盗みに入ってきた、 どこかの患者だと思い込んだのだ。彼は主人の崔君の実家の林家から来ている男なので、何事にでも自由がきくだけに、それだけ主家が第一で、よくある忠実な下僕になりすまして見ることが道楽なのだ。彼は私が棚の毒薬を手に取って眺めていると、もう目を光らせて私を見つめている。私が、 暗室の前をうろついていると、もうカタカタと音を立てて、自分がここから見ているぞと知らせてくれる。まったく私にとってはバカバカしいことだが、それでもカルベとしては真剣なんだから不気味である。彼にとっては、活動写真が人生最高の教科書で、従って探偵劇が彼には現実とどこも変わらぬものに見えているので、 このふらりと入ってきた私がそういう彼にはまた孝子の探偵もの材料になって迫っているのも事実なのだ。ことにカルベは一生この家に勤める決心ばかりではない。ここの分家としてやがては一人でネームプレート製造所を起こそうと思っているだけに自分より先に主人の考案した赤色プレート製法の秘密を 私に奪われてしまうことは本望ではないに違いない。しかし、私にしてみれば、ただこの仕事を覚え込んでおくだけで、それで生活の活計を立てようなどとは企んでいるのでは決してないのだが、そんなことを言ったって、カルベにはわかるものでもなし、また私がこの仕事を覚え込んでしまったなら、 あるいはひょっこりそれで生計を立てていかぬとも限らぬし。いずれにしても、カルベなんかが何を思おうと、ただ彼をイライラさせてみるのも、彼に人間収容をさせてやるだけだとぐらいに思っておれば、それでよろしい。そう思った私は、まるでカルベを眼中に置かずにいると、その間に彼の私に対する敵意は、急速な調子で進んでいて、 この馬鹿がと思っていたのも、実は馬鹿なればこそ、これは案外馬鹿にはならぬと思わしめるようにまでなってきた。人間は敵でもないのに人から敵だと思われることは、その期間相手を馬鹿にしていられるだけ、なんとなく楽しみなものであるが、その楽しみが実はこちらの空撃になっていることにはなかなか気づかぬもので、 私が何の気もなく椅子を動かしたり、断彩機を回したり仕掛けると、不意に金づちが頭の上から落っこってきたり、地金の真鍮板が積み重なったまま足元へ崩れてきたり、安全なニスとエーテルの混合液のザボンが、いつの間にか危険なジュークロム酸の酸液と入れ替えられたりしているのが、はじめの間はこちらの過失だとばかり思っていたのに、 それがことごとくカルベの仕業だと気づいたときには、考えれば考えるほどこれは油断をしていると命まで狙われているのではないかと思われてきて、ひやりとさせられるようにまでなってきた。ことにカルベは、バカはバカでも私よりも先輩で、劇薬の調合にかけては腕があり、お茶に入れておいたジュクロム酸アンモニアを相手が飲んで死んでも、 自殺になるぐらいのことを知っているのだ。私はご飯を食べる時でも、それから当分の間は、黄色なものが目につくと、それがジュークロムさんではないかと思われて、箸がその方へ動かなかったが、私のそんな警戒心もしばらくすると自分ながら滑稽になってきて、そうたやすく殺されるものなら殺されても見ようと思うようにもなり、 自然にカルベのことなどは、また私の頭から去っていった。ある日私は、仕事場で仕事をしていると、主婦が来て、主人が地金を買いに行くのだから、私も一緒について行って、主人の金銭を絶えず私が持っていてくれるようにという。それは、主人は金銭を持つと、ほとんど必ず途中で落としてしまうので、 主婦の気遣いは主人に金銭を渡さぬことが第一であったのだ。今までのこの家の悲劇の大部分も実にこの馬鹿げたことばかりなんだが、それにしてもどうしてこんなにここの主人は金銭を落とすのか誰にもわからない。落としてしまったものはいくら叱ったって脅したって帰ってくるものでもなし、それだからって 汗水垂らして皆が働いたものを、一人の神経の緩みのため、ことごとく水の泡にされてしまって、そのまま泣き寝入りに黙っているわけにもいかず。それが一度や二度ならともかく、四重持ったら落とすということの方が確実だというのだから。この家の活動も、自然に鍛錬のされ方が普通の家とはどこか違って成長してきているに違いないのだ。 一体私たちは金銭を持ったら落とすという四重男をそんなに想像することはできない。例えば財布を細君が紐でしっかり首から懐へ吊るしておいても、それでも中の金銭だけはちゃんといつも落としてあるというのであるが、それなら主人は金を財布から出すときか入れるときかに落とすに違いないとしてみても、それにしても、 第一層をたびたび落とす以上は、今度は落とすかもしれぬからと、三度に一度は出すときや入れるときに気づくはずだ。それを気づけば、事実はそんなにも落とさないのではないかと思われて、考えようによってはこれは、あるいは金銭の支払いを伸ばすための細君の手ではないかとも一度は思うが、しかも間もなく、あまりに変わっている主人の挙動のために、 サイ君の宣伝もいつの間にか事実だと思ってしまわねばならぬほど、とにかく主人は変わっている。金を金とも思わぬという言葉は、負者に対する形容だが、ここの主人の貧しさは、五千の白道を握って銭湯ののれんをくぐる程度にかかわらず、困っているものには自分の家の地金を買う金銭までやってしまって忘れている。 こういうのをこそ、昔は千人と言ったのであろう。しかし、千人と一緒にいるものは、絶えずハラハラして生きていかねばならぬのだ。家のことを何一つ任しておけないばかりではない。一人で済ませる用事も二人がかりで出かけたり、その一人のいるために、周囲の者の労力がどれほど無駄に費やされているかわからぬのだが、 しかしそれはそうに違いないとしても、この主人のいるいないによって、得意先のこの家に対する人気の相違は格段の変化を生じてくる。おそらくここの家は、主人のために人から憎まれたことがないに違いなく、主人を縛る彩君の締まりがたとえ悪評を立てたとしたところで、そんなにも好人物の主人が、 サイ君に縛られて小さく忍んでいる様子というものは、また自然に滑稽な風味があって、喜ばれがちなものでもあり、そのサイ君の睨みの留守に、ダットのごとく抜け出しては、すっかり金銭を振りまいて帰ってくる男というのも、これまた一層の人気を立てる材料になるばかりなのだ。そんな風に考えると、この家の中心は、やはりサイ君にもなく、 私はカルベにもない。おのずから主人にあると言わねばならなくなってきて、私の雇い人根性が丸出しになり出すのだが、どこから見たって主人が私には好きなんだからしようがない。実際、私の家の主人は、せいぜい五つになった男の子をそのまま四十に持ってきたところを想像すると浮かんでくる。私たちはそんな男を思うと、 全くばかばかしくて軽蔑したくなりそうなものにもかかわらず、それが見ていて軽蔑できぬというのも、つまりは、あんまり自分のいつの間にか成長してきた年齢の醜さが逆に鮮やかに浮かんできて、その自身の姿に打たれるからだ。こんなに自分への反射は、私に限らず、カルベにだって常に同じ作用をしていたと見えて。 あとで気づいたことだが、カルベが私への反感も、所詮はこの主人を守ろうとするカルベの善良な心の部分の働きからであったのだ。私がここの家から離れがたなく感じるのも、主人のそのこの上もない善良さからであり、カルベが私の頭の上から金づちを落としたりするのも、主人のその善良さのためだとすると、 全量なんていうことは、昔から案外いい働きをしてこなかったに違いない。さて、その主人と私は地金を買いに行って戻ってくると、その途中主人は私に今日はこういう話があったと言って言うには、自分の家の赤色プレートの製法を五万円で売ってくれというのだが、売っていいものかどうだろうかと聞くので、 私もそれには答えられずに黙っていると。赤色プレートもいつまでも誰にも考案されないものならともかく、もう仲間たちが必死にこっそり研究しているので、製法を売るなら今のうちだという。それもそうだろうと思っても、主人の長い苦心の結果の研究を私がとやかく言う権利もなし。そうかと言って主人一人に任しておいては、 主人はいつの間にかサイくんの言うままになりそうだし、サイくんというものはまた目先のことだけより考えないに決まっているのを思うと、私もどうかして主人のためになるようにと、そればかりがそれからの不思議に私の興味の中心になってきた。家にいても家の中の動きや物品がことごとく私の整理を待たねばならぬかのように映り出してきて、 カルベまでがまるで私の家来のように見えてきたのはいいとしても、暇さえあれば覚えてきた弁士の声色ばかりうなっている彼の様子までがうるさくなった。しかし、それから間もなく、反対にカルベの目がまた激しく私の動作に敏感になってきて、仕事場にいる時はほとんど私から目を離さなくなったのを感じ出した。 思うにカルベは主人の仕事の最近の経過や赤色プレートの特許権に関する話を主婦から聞かされたに違いないのだが主婦までカルベに私を監視せよと言いつけたのかどうかは私にはわからなかったしかし私までが主婦やカルベが今にもしかするとこっそり主人の仕事の秘密を盗み出して売るのではないかと思われて 幾分の監視さえする気持ちになったところから見てさえも、主婦やカルベが私を同様に疑う気持ちはそんなにごまかしていられるものではない。そこで私も、それらの疑いを抱く視線に見られると、不快は不快でもなんとなく面白く、一つどうすることか、ずうずうしくこちらも逆に監視を続けてやろうという気になってきて困りだした。 ちょうどそういうとき、また主人は私に主人の続けている新しい研究の話をして言うには、自分は地金を塩化鉄で腐食させずに、そのまま黒色を出す方法を長らく研究しているのだが、未だに思わしくいかないので、お前も暇なとき自分と一緒にやってみてくれないかというのである。私はいかに主人がお人よしだからと言って、 そんな重大なことを他人に漏らしていいものであろうかどうかと思いながらも、全く私が根から信用されたことに対しては、感謝をせずにはおれないのだ。一体人というものは、信用されてしまったらもうこちらの負けで、だから主人はいつでも周囲のものに勝ち続けているのであろうと、一度は思ってみても、 そう主人のように底抜けな馬鹿さにはなかなかなれるものではなく、そこがつまりは主人の偉いという理由になるのであろうと思って、私も主人の研究の手助けならできるだけのことはさせてもらいたいと心底から礼を述べたのだが、人に心底から礼を述べさせるということを一度でもしてみたいと思うようになったのもその時からだ。 だが、私の主人は、他人にどうこうされようなどと、そんなケチな考えなどはないのだから、また一層私の頭を下げさせるのだ。つまり私は、暗示にかかった信徒みたいに、主人の肉体から出てくる光に居抜かれてしまったわけだ。奇跡などというものは、向こうが奇跡を行うのではなく、 自身の醜さが奇跡を行うのに違いない。それからというものは、全く私もカルベのように、何より主人が第一になり始め、主人を左右しているサイくんの何かに反感をさえ感じてきて、どうしてこういう夫人がこの立派な主人を独占していいものか、疑わしくなったばかりではなく、できることなら、 この主人からサイ君を追放してみたく思うことさえ、時々あるのを考えても、カルベが私に辛く当たってくる気持ちが手に取るようにわかってきて、彼を見ていると自然に自分を見ているようで、ますますそんなことにまで興味が湧いてくるのである。ある日、主人が私を暗室へ呼び込んだので入っていくと、 アニリンをかけた真鍮の地金をアルコールランプの上で熱しながら、いきなり説明して言うには、プレートの色を変化させるには、何でも熱するときの変化に一番注意しなければならない。今はこの地金は紫色をしているが、これが黒褐色となり、やがて黒色となると、もうすでにこの地金が次の試練の場合に、 塩化鉄に負けて役に立たなくなる約束をしているのだから着色の工夫はすべて色の変化の中断においてなさるべきだと教えておいて私にその場でバーニングの試験をできる限り多くの薬品を使用してやってみようというそれからの私は化合物と元素の有機関係を調べることにますます興味を向けていったのだが これは興味を持てば持つほど今まで知らなかった無機物内の微妙な有機的運動の急所を読み取ることができてきていかなる小さなことにも機械のような法則が係数となって実態を測っていることに気づき出した私の優位心的な目覚めの第一歩となってきたしかしカルベは前まで誰も入ることを許されなかった暗室の中へ 自由に入り出した私に気がつくと、私を見る顔色までが変わってきた。あんなに早くから、一にも主人、二にも主人と思ってきたカルベにもかかわらず、新参の私に許されたことが彼に許されないのだから、今までの私への彼の警戒も何の役にも立たなくなったばかりではない。うっかりすると彼の小さえ、 私が自由に左右しだすのかもしれぬと思ったに違いないのだ。だから私は、幾分彼に遠慮すべきだというぐらいはわかっていても、何もそういちいちカルベカルベと彼の目の色ばかりを気遣わねばならぬほどの人でもなし。いつものようにカルベのやつ一体今にどんなことをしだすかと、そんなことの方がかえって興味が出てきて、なかなか同情なんかする気にもなれないので、 そのまま頭から見下ろすように知らぬ顔を続けていた。すると、よくよくカルベも腹が立ったと見えて、ある時カルベの使っていた穴ほぎ用のペルスを私が使おうとすると、急に見えなくなったので、君が今先まで使っていたではないかというと、使っていたってなくなるものはなくなるのだ。なければ見つかるまで自分で探せばいいではないかとカルベは言う。 それもそうだと思って、私はペルスを自分で探し続けたのだが、どうしても見つからないので、そこでふと私はカルベのポケットを見ると、そこにちゃんとあったので黙って取り出そうとすると、他人のポケットへ無断で手を入れるやつがあるかという。他人のポケットはポケットでも、この作業場にいる間は誰のポケットだって同じことだというと、 そういう考えを持っている奴だからこそ、主人の仕事だってずうずうしく盗めるのだという。一体主人の仕事をいつ盗んだか、主人の仕事を手伝うということが主人の仕事を盗むことなら、君だって主人の仕事を盗んでいるのではないかと言ってやると、彼はしばらく黙ってブルブル唇を震わせてから、急に私にこの家を出て行けと迫り出した。 それで私も出るには出るがもうしばらく主人の研究が進んでからでも出ないと主人に対してすまないというと。それなら自分が先に出るという。それでは君は主人を困らせるばかりで何にもならぬから私が出るまで出ないようにするべきだと言って聞かせてやっても。それでも頑固に出るという。それでは仕方がないから出ていくよう。 あとは私が二人分を引き受けようと言うと、いきなりカルベはそばにあったカルシウムの粉末を私の顔に投げつけた。実は私は自分が悪いということを百も承知しているのだが、悪というものは何と言ったって面白い。カルベの善良な心が苛立ちながら震えているのを、そんなにもまざまざと眼前で見せつけられると。 私はますます舌なめずりをして、落ち着いてくるのである。これではならぬと思いながら、カルベの心の少しでも休まるようにとしむけてはみるのだが、第一初めからカルベを相手にしていなかったのが悪いので、彼が怒れば怒るほど、こちらが怖そうにビクビクしていくということは、よほどの人物でなければできるものではない。どうもつまらぬ人間ほど、 相手を怒らすということに骨を折るもので、私もカルベが怒れば怒るほど自分のつまらなさを図っているような気がしてきて、しまいには自分の感情の置き場がなくなってき始め、ますますカルベにはどうしていいのかわからなくなってきた。まったく私はこの時ほどはっきりと自分を持て余したことはない。 まるで心は肉体と一緒にぴったりとくっついたままの存在とはよくも名付けたと思えるほど心がただ黙々と体の大きさに従って存在しているだけなのだしばらくして私はそのまま暗室へ入ると仕掛けておいた着色用のビスムチルを沈殿さすため試験管をとってクロム酸カリを焼き始めたのだが カルベにとってはそれがまたいけなかったのだ。私が自由に暗室へ入るということが、すでにカルベの恨みを買った原因だったのに、散々彼を怒らせた挙句の果てに、すぐまた私が暗室へ入ったのだから、彼の逆上したのも最もなことである。彼は暗室のドアを開けると、私の首を持ったまま引きずり出して、床の上へ投げつけた。 私は投げつけられたようにして、ほとんど自分から倒れる気持ちで倒れたのだが、私のようなものを困らせるのには、全くそのように暴力だけよりないのであろう。カルベは、私が試験管の中のクロム酸カリがこぼれたかどうかと見ている間、どうしたものか一度慌てて部屋の中を駆け回って、それからまた私の前へ戻ってくると。 かけまわったことが何の役にも立たなかったと見えて、ただ彼は私をにらみつけているだけなのである。しかしもし私が少しでも動けば、彼は手持ちぶさたのため私を蹴りつけるに違いないと思ったので、私はそのままいつまでも倒れていたのだが、切迫したいくらかの時間でも、一体自分は何をしているのだと思ったが、最後、 もうぼんやりと間の抜けてしまうもので、ましてこちらは相手を一度思うさま怒らさねばダメだと思っている時とて、もう相手もすっかり気の向くまで怒ってしまった頃であろうと思うと、つい私も落ち着いてやれやれという気になり、どれほどカルベの奴が先から暴れたのかと思ってあたりを見回すと、一番ひどく荒らされているのは私の顔で、 カルシウムがザラザラしたまま唇から耳へまで入っているのに気がついた。が、さて私はいつ起き上がっていいものか、それがわからぬ。私は断裁機からこぼれて、私の鼻の先にうずたかく積み上がっているアルミニウムの輝いた断面を眺めながら、よくまあ三日の間にこれだけの仕事が自分にできたと驚いた。それでカルベに、 もうつまらぬ争いはやめて、早くニュームにザボンを塗ろうではないかというと、カルベはもうそんな仕事はしたくないのだ。それよりお前の顔を磨いてやろうと言って、横たわっている私の顔をアルミニウムの切片でうずめ出し、その上から私の頭を洗うように揺すり続けるのだが、街に並んだ家々の戸口に番号をつけて貼り付けられた。 あの小さなネームプレートの山で磨かれている自分の顔を想像すると、所詮は何が恐ろしいと言って、暴力ほど恐るべきものはないと思った。入夢の角が揺れるたびに、顔面のシワやくぼんだ骨に刺さってチクチクするだけではない。乾いたばかりの漆が顔にへばりついたまま離れないのだから、やがて顔も膨れ上がるに違いないのだ。 私ももうそれだけの暴力を黙って受けておれば、カルベへの義務も果たしたように思ったので、起き上がるとまた暗室の中へ入ろうとした。するとカルベは、また私のその腕を持って背中へねじあげ、窓のそばまで押してくると、私の頭を窓ガラスへぶち当てながら、顔をガラスの突んで切ろうとした。もうやめるであろうと思っているのに、 予想とは反対にそんな風にいつまでも追ってこられると、今度はこの暴力がいつまで続くのであろうかと思い出していくものだ。しかしそうなれば、こちらもたとえ悪いと思っても謝罪する気なんかはなくなるばかりで、今まで隙があれば仲直りをしようと思っていた表情さえ、ますます苦に々がにがしく膨れてきて、さらに次の暴力を誘う動員を作り出すだけとなった。 が、実はカルベももう怒る気はそんなになく、ただ仕方がないので怒っているだけだということはわかっているのだ。それで私はカルベが私を窓のそばから劇薬の入っている腐食用のバットのそばまで連れて行くと、急にカルベの方へ向き帰って、君は私をそんなにいじめるのは君の勝手だが、 私が今まで暗室の中でしていた実験は他人のまだしたことのない実験なので、もし成功すれば主人がどれほど利益を売るか知れないのだ。君はそれも私にさせないばかりか。苦心の末に作ったビスムチルの溶液までこぼしてしまったではないか。拾え。と言うと、カルベはそれならなぜ自分にもそれを一緒にさせないのだという。 させるもさせないもない。大体科学方程式さえ読めないものに実験を手伝わせたって邪魔になるだけなのだが、そんなことも言えないので少し嫌味だと思ったが、暗室へ連れて行って科学方程式を細かく書いたノートを見せて説明し、これらの数字に従って元素を組み合わせてはやり直してばかりいる仕事が君に面白いなら、 これから毎日でも私に代わってしてもらおうと言うと、カルベは初めてそれから私に負け始めた。カルベとの争いも当分の間は起こらなくなって、私もいくらか前より言いやすくなると、しばらくして仕事が急激にカルベと私に増してきた。ある市役所からその全町のネームプレート五万枚を、 十日の間にせよと言ってきたので、喜んだのは主婦だが、私たちはそのため、ほとんど夜さえ眠れなくなるのはわかっているのだ。それで主人は、同業の友人の製作所から、手のすいた職人を一人借りてきて、私たちの中へ交えながら仕事を始めることにした。はじめの間は、私たちは何の気もなく、ただ仕事の量に圧倒されてしまって、 働いていたのだが、そのうちに新しく入ってきた職人の屋敷という男の様子がなんとなく私の注意を引き始めた。不器用な手つきといい、人を見るときの鋭い目つきといい、職人らしくはしているが、これは職人ではなくて、もしかしたら製作所の秘密を盗みに来た回し者ではないかと思ったのだ。しかし、 そんなことを口にでも出して喋しったら、カルベは屋敷をどんな目に合わすか知れないので、しばらく黙って彼の様子を見ていることにしていると、屋敷の注意はいつもカルベのバットの揺すり方に注がれているのを私は発見した。屋敷の仕事は、真鍮の地金を火星ソーダの溶液中に入れて、カルベの済ませてきた塩化鉄の腐食薬,薬と一緒に、 その時用いたニスやグリューを洗い落とす役目なのだが、カルベの仕事の部分は、ここの制作所の二番目の特徴の部分なので、他の制作所では真似することはできないのだから、そこに見える屋敷とて当然なことは当然だとしても、疑っている時のこととて、その当然なことがなお一層疑わしい原因になるのである。しかし、 カルベは屋敷に見入られていると、ますます得意になって調子を取りつつ、バットの中の塩化鉄の溶液をゆするのだ。いつものことなら、私を疑り出したように、カルベとて一応は屋敷を疑わねばならぬはずだのに。それがこともあろうか、カルベは屋敷にバットのゆすり方を説明して、地金に書かれた文字というものは、いつもこうしてうつ伏せにするもので、 すべて金属というものは金属それ自身の重みのために負けるのだから、文字以外の部分はそれだけ早く円下鉄に侵されて腐っていくのだと、誰に聞いたものやら難しい口調で説明して、屋敷に一度バットを揺すってみよとまで言う。私ははじめはひやひやしながら黙ってカルベの喋っていることを聞いていたのだが、 しまいには私は私で、誰がどんな仕事の秘密を知ろうと、知らせるだけ良いのではないかと思い出し、それからはもう、屋敷への警戒もしないことに決めてしまったが、すべて秘密というものは、その部分に働く者の,の満身から漏れるのだと気がついたのは、その時の何よりの私の収穫であったろう。それにしても、 カルベがそんなにうまく秘密を喋ったのも、彼のその時の調子に乗った慢心だけではない。確かに彼にそんなにも喋らせた屋敷の風貌が、カルベの心をその時浮き上がらせてしまったのに違いないのだ。屋敷の眼光は鋭いが、それが和らぐと、相手の心を分裂させてしまう不思議な魅力を持っているのである。 その彼の魅力は絶えず私へも言葉を言うたびに迫ってくるのだが何にせよ私はあまりに忙しくて朝早くからガスで熱した真鍮へ漆を塗りつけては乾かしたりジュークロム酸アンモニアで塗りつめた金属板を日光にさらして観光させたりアニリンをかけてみたりその他バーニングから炭研ぎから アモアピカルから断彩までくるくる回ってし続けねばならぬので、屋敷の魅力も何もあったものではないのである。すると、五日目ごろの夜中になって、ふと私が目を覚ますと、まだ屋行を続けていたはずの屋敷が暗室から出てきて、主婦の部屋の方へ入っていった。今ごろ主婦の部屋へ何の用があるのであろうと思っているうちに、 惜しいことにはもう私は仕事の疲れで眠ってしまった。翌朝また目を覚ますと、私に浮かんできた第一のことは、昨夜の屋敷の様子であった。困ったことには考えているうちに、それは私の夢であったのか、現実であったのか、全くわからなくなってきたことだ。疲れているときには、 今までとても時々私にはそんなことがあったので、なおこの度の屋敷のことも私の夢かもしれないと思えるのだ。しかし屋敷が暗室へ入った理由は想像できなくはないが、主婦の部屋へ入っていった彼の理由は、私にはわからない。まさか屋敷と主婦とが私たちにはわからぬ深いところで前から交渉を持ち続けていたとは思えないのだし。 これは夢だと思っている方が確実であろうと思っていると、その日の正午になって、不意に主人がサイくんに、昨夜何か変わったことがなかったかと笑いながら尋ね出した。するとサイくんは、お金を取ったのはあなただぐらいのことはいくら寝坊の私だって知っているのだ。取るのならもっと上手に取ってもらいたいと済まして言うと、 主人は一層大きな声で面白そうに笑い続けた。それでは昨夜、主婦の部屋へ入って行ったのは、屋敷ではなく主人だったのかと気がついたのだが、いくらいつも金銭を持たされないからと言って、夜中自分のサイ君の枕元の財布を狙って忍び込む主人も主人だと思いながら、私もおかしくなり、 暗室から出てきたのもそれではあなたかと主人に聞くと、いやそれは知らぬと主人は言う。では暗室から出てきたのだけはやはり屋敷であろうか、それともその部分だけは夢なのであろうかと、また私は迷い出した。しかし、主婦の部屋へ入り込んだ男が、屋敷でなくて主人だということだけは確かに現実だったのだから。 暗室から出てきた屋敷の姿も全然夢だとばかりも思えなくなってきて、一度消えた屋敷への疑いも反対にまただんだん深く進んできた。しかしそういう疑いというものは、一人疑っていたのでは結局自分自身を疑っていくだけなので、何の役にも立たなくなるのはわかっているのだ。それより直接屋敷に尋ねてみればわかるのだが、 もし尋ねてそれが本当に屋敷だったら、屋敷の困るのも決まっている。この場合、私が屋敷を困らしてみたところで、別に私の得になるではなし、と言って捨てておくには、事件は興味がありすぎて惜しいのだ。第一、暗室の中には、私の苦心を重ねた草園と計算ジルコニウムの化合物や、主人の得意とする 無定型セレニウムの赤色塗りの秘宝が科学方程式となって隠されているのである。それを知られてしまえば、ここの製作所にとっては莫大な損失であるばかりではない。私にしたって、今までの秘密は秘密ではなくなって、生活の面白さがなくなるのだ。向こうが秘密を盗もうとするなら、こちらはそれを隠したって構わぬであろう。 と思うと、私は屋敷を一途に賊のように疑って行ってみようと決心した。前には私は、カルベからそのように疑われたのだが、今度は自分が他人を疑う番になったのを感じると、あの時、カルベをその間馬鹿にしていた面白さを思い出して、やがては私も屋敷に絶えずあんな面白さを感じさすのであろうかと、そんなことまで考えながら、 一度は人から馬鹿にされても見なければとも思い直したりして、いよいよ屋敷へ注意を注いでいった。ところが屋敷は屋敷で、私の目が光り出したと気づいたのであろうか、それからほとんど私と視線を合わさなくて済ませる方向ばかりに向き始めた。あまり今から窮屈な思いをさせては、帰って今のうちに屋敷を逃がしてしまいそうだしするので、 なるだけのんきにしなければならぬと、やわらいでみるのだが、目というものは不思議なもので、同じ認識の高さでうろついている視線というものは、一度合すると、そこまで同時に貫き合うのだ。そこで私は、アモアピカルで真鍮を磨きながら、よもやまの話を進め、目だけでも彼にもう方程式は盗んだかと聞いてみると、向こうで、 まだまだと答えるかのように光ってくる。それでは早く盗めばいいではないかというと、お前にそれを知られては時間がかかってしようがないという。ところが俺の方程式は今のところまだ間違いだらけで、取ったって何の役にも立たぬぞというと、それなら俺が見て直してやろうという。そういうふうに、 しばらく屋敷と私は仕事をしながら私自身の頭の中で黙って会話を続けているうちに、だんだん私は一家のうちの誰よりも屋敷に親しみを感じ出した。前にカルベを有頂天にさせて秘密を喋らせてしまった彼の魅力が、私へも次第に乗り移ってき始めたのだ。私は屋敷と新聞を分け合って読んでいても、 共通の話題になると意見がいつも一致して進んでいく。科学の話になっても理解の速度や地度が拮抗しながら滑らかに滑っていく。政治に関する見識でも社会に対する希望でも同じである。ただ私と彼との相違しているところは他人の発明を盗み込もうとする不道徳な行為に関しての見解だけだ。だが、 それとて彼には彼の解釈の仕方があって、発明方法を盗むということは、文化の進歩にとっては別に不道徳なことではないと思っているに違いない。実際、方法を盗むということは、盗まぬものよりいい行為をしているのかもしれぬのだ。現に、主人の発明方法を暗室の中で隠そうと努力している私と、 盗もうと努力している屋敷とを比較してみると、屋敷の行為の方が、それだけ社会にとっては役立つことをしている結果になっていく。それを思うと、そうしてそんな風に私に思わしめてきた屋敷を思うと、なおますます私には屋敷が親しく見え出すのだが、そうかといって私は主人の創始した 無定型セレニウムに関する染色方法だけは知らしたくはないのである。それゆえ絶えず一番屋敷と仲良くなった私が屋敷の邪魔もまた自然に誰より一番し続けているわけにもなっているのだ。ある時私は屋敷に自分がここへ入ってきた当時カルベから患者だと疑われて危険な目に遭わされたことを話してみた。 すると屋敷は、それならカルベが自分にそういうことをまだしないところから察すると、多分君を疑ってこりごりしたからであろうと笑いながら言って、しかしそれだから君は僕を早くから疑う習慣をつけたのだと彼はからかった。それでは君は私から疑われたとそれほど早く気づくからには、君も入ってくるなり私から疑われることに対して、 それほど警戒する練習ができていたわけだと私が言うと、それはそうだと彼は言った。しかし彼がそれはそうだと言ったのは、自分は方法を盗みに来たのが目的だと言ったのと同様なのにもかかわらず、それをそういう大胆さには私とて驚かざるを得ないのだ。もしかすると彼は私を見抜いていて、彼がそういえば、 私は驚いてしまって彼をたちまち尊敬するに違いないと思っているのではないかと思われて、こいつ、としばらく屋敷を見つめていたのだが、屋敷は屋敷でもう次の表情に移ってしまって、上から逆にかぶさってきながら、こんな製作所へこういう風に入ってくると、よく自分たちは腹に一物あっての仕事のように思われがちなものであるが、 君ももちろん知っての通り、そんなことなんかなかなか我々にはできるものではなく、しかし弁解がましいことを言い出してこれはまた一層おかしくなって困るので仕方がないから人々の思うように思わせて働くばかりだと言って、一番困るのは君のように痛くもないところを刺してくる目つきの人のいることだと私を冷やかした。そう言われると私だって、 もう彼から痛いところを刺されているので、彼もちょうどいつも今の私のように私から絶えずチクチクやられたのであろうと同情しながら、そういうことをいつも言っていなければならぬ仕事なんか、さぞ面白くはなかろうと私が言うと、屋敷は急にガン首を立てたように私を見つめてから、ふっふと笑って自分の顔を濁してしまった。 それから私はもう、屋敷が何を企んでいようと捨てておいた。多分、屋敷ほどの男のことだから、他人の家の暗室へ一度入れば、見る必要のある重要なことはすっかり見てしまったに違いないのだし、見てしまった以上は、殺害することもできない限り、見られ損になるだけでどうしようも追っつくものではないのである。私としては、 ただ今はこういう優れた男と偶然こんなところで出会ったということをむしろ感謝すべきなのであろう。いや、それより私も彼のように出来うる限り主人の愛情を利用して今のうちに仕事の秘密を盗み込んでしまう方がいいのであろうとまで思い出した。それで私は彼にあるとき、もう自分もここに長くいるつもりはないのだが、 ここを出てからどこかいい口はないかと尋ねてみた。すると彼は、それは自分の尋ねたいことだが、そんなことまで君と自分とが似ているようでは、君だって偉そうなことも言っていられないではないかという。それで私は、君がそういうのももっともだが、これは何も君を引っ掛けてとやこうと君の心理を掘り出すためではなく、かえって私は君を尊敬しているので、 これから実は弟子にでもしてもらうつもりで頼むのだと言うと、弟子か、と彼は一言言って、軽蔑したように苦笑していたが、にわかに真面目になると、一度私に周囲が一丁四方、全く草木の枯れている煙火鉄の工場へ行って見てくるよう、万事がそれからだという。何がそれからなのか私にはわからないが、 屋敷が私を見た最初から私を馬鹿にしていた彼の態度の原因がちらりとそこから見えたように思われると、一体この男はどこまで私を馬鹿にしていたのか、そこが見えなくなってきて、だんだん彼が不気味になると同時に、それなら屋敷を一つこちらから軽蔑してかかってやろうとも思い出したのだが、それがなかなか 一度彼に見せられてしまってからは、どうも思うように薬が効かなく、ただ滑稽になるだけで、優れた男の前に出ると、こうもこっちが惨めにじりじり修行をさせられるものかと、嘆げかわしくなってくるばかりなのである。ところが、忙しい市役所の仕事がようやく片付きかけた頃のこと。ある日、 カルベは急に屋敷を仕事場の断彩機の下へねじ伏せて、しきりに白状せよ、白状せよと迫っているのだ。思うに屋敷はこっそり暗室へ入ったところをカルベに見つけられたのであろうが、私の仕事場へ入っていった時は、ちょうどカルベが押し付けた屋敷の上へ馬乗りになって、後頭部を殴りつけているところであった。 とうとうやられたなと私は思ったが、別に屋敷を助けてやろうという気が起こらないばかりではない。日頃尊敬していた男が、暴力に会うとどんな態度をとるものかと、まるでユダのような好奇心が湧いてきて、冷淡にじっと歪む屋敷の顔を眺めていた。屋敷は床の上へ流れ出したニスの中へ片方を浸したまま、起き上がろうとして震えているのだが、 カルベの膝骨が屋敷の背中を突き伏せるたびごとに、またすぐベタベタと崩れてしまって、着物のまくれ上がった太った赤裸の両足を不格好に床の上でもがかせているだけなのだ。私は屋敷がカルベに少なからず抵抗しているのを見るとバカバカしくなったが、それより尊敬している男が苦痛のために醜い顔をしているのは、 心の醜さを表しているのと同様なように思われて、不快になって困り出した。私がカルベの暴力を腹立たしく感じたのも、つまりはわざわざ他人にそんな醜い顔をさせる無礼さに対してなので、実はカルベの腕力に対してではない。しかし、カルベは相手が醜い顔をしようがしまいが、そんなことに頓着しているものではなく、 まますます上から首を締めけけて、殴り続けるる。のである私はしまいに黙って他人の苦痛をそばで見ているという自身の行為が正当なものかどうかと疑い出したがそのじっとしている私の位置から少しでも動いてどちらかへ私が加担をすればなお私の正当さはなくなるようにも思われるのだそれにしても あれほど醜い顔をし続けながら、まだ白状しない屋敷を思うと、一体屋敷は暗室から何か確実に盗み取ったのであろうかどうかと思われて、今度は屋敷の混乱している顔面のシワから彼の秘密を読み取ることに苦心し始めた。彼は突っ伏しながらも、時々私の顔を見るのだが、彼と視線を合わすたびに、 私は彼へだんだん勢力を与えるため、にやにや軽蔑したように笑ってやると。彼もそれには参ったらしく、急に奮然とし始めて、カルベを上から転がそうとするのだが、カルベの強いということにはどうしようもない。ただ屋敷は奮然とするたびに、強くどしどし殴られていくだけなのだ。しかし、私から見ていると、 私に笑われて奮然とするような屋敷が、第一もうボロを見せたので、困ったどん詰まりというものは、人は動けば動くほどボロを出すものらしく、屋敷を見ながら笑う私も、いつの間にかすっかり彼を軽蔑してしまって、笑うこともできなくなったのも、つまりは彼が何の役にも立たぬ時に動いたからなのだ。それで私は、 屋敷とて別に我々と変わった人物でもなく平凡な男だと知ると、カルベにもう殴ることなんかやめて口で言えば足りるではないかと言ってやると、カルベは私をうずめた時のように、また屋敷の頭の上から真鍮板の切片を被っかぶせて一蹴り蹴りつけながら立てという。屋敷は立ち上がると。 まだ何かカルベにせられるものと思ったのか、怖そうにじりじり後方の壁へ背中をつけて、カルベの姿勢を防ぎながら、暗室へ入ったのは地金の裏のグリューが火星ソーダでは取れなかったから、アンモニアを探しに行ったのだと、早口に言う。しかしアンモニアが入りうならなぜ言わぬか、ネームプレート製作所にとって暗室ほど大切なところはないことぐらい、 誰だって知っているではないかと言って、またカルベは殴り出した。私は屋敷の弁解がでたらめだとはわかっていたが、殴るカルベの手の音があまり激しいので、もう殴るのだけはやめるがいいと言うと、カルベは急に私の方を振り返って、それでは二人が凶暴かと言う。大体いい凶暴かどうか。 こういうことは考えればわかるではないかと私は言おうとしてふと考えると、なるほどこれは凶暴だと思われないことはないばかりではなく、ひょっとすると事実は凶暴でなくとも凶暴と同じ行為であることに気がついた。まったく屋敷に悠々と暗室へなど入れさせておいて主人の仕事の秘密を盗まぬ自身の方が、 かえって悪い行為をしていると思っている私である以上は、凶暴と同じ行為であるに違いないので、幾分ドッキリと胸を刺された思いになりかけたのを、わざとずぶとく構え、凶暴であろうとなかろうと、それだけ人を殴ればもう十分であろうと言うと、今度はカルベは私にかかってきて、私の顎を突きつき、 それでは貴様が屋敷を暗室へ入れたのであろうという。私はもはや、カルベがどんなに私を殴ろうと、そんなことよりも、今まで殴られていた屋敷の眼前で、彼の罪を引き受けて殴られてやる方が、屋敷にこれを見よというかのようで、全く晴れ晴れとして気持ちがいいのだ。しかし私は、そうしてカルベに殴られているうちに、今度は不思議にも、 カルベと私とが示し合わせて彼に殴らせてでもいるようで、まるで反対にカルベと私とが共謀して打った芝居みたいに思われ出すと、かえってこんなにも殴られて平然としていては、屋敷に共謀だと思われはすまいかと懸念され始め、ふと屋敷の方を見ると、彼は殴られた者が二人であることに満足したものらしく、急に元気になって、 君、殴れと言うと同時に、カルベの背後から彼の頭を続けざまに殴り出した。すると、私も別に腹は立ててはいないのだが、今まで殴られていた痛さのために殴り返す運動が愉快になって、ポカポカとカルベの頭を殴ってみた。カルベは前後から殴り出されると、主力を屋敷に向けて彼を殴りつけようとしたので、 私はカルベを背後へ引いて邪魔をすると、その暇に屋敷はカルベを押し倒して馬乗りになってまた殴り続けた。私は屋敷のそんなにも元気になったのに驚いたが、幾分私が理由もなく殴られたので、私が腹を立てて彼と一緒にカルベに向かってかかっていくに違いないと思ったからであろう。しかし、私はもうそれ以上カルベに復讐するようもないので、 また黙って殴られているカルベを見ていると、カルベはすぐ雲なく屋敷をひっくり返して上になって、反対に彼を前より一層激しく殴り出した。そうなると屋敷は一番最初と同じことでどうすることもできないのだ。だがカルベはしばらく屋敷を殴っていてから、私が背後から彼を襲うだろうと思ったのか、急に立ち上がると私に向かって突っかかってきた。 カルベと一人同士の殴り合いなら、私が負けるに決まっているので、また私は黙って屋敷の起き上がってくるまで殴らせてやると、起き上がってきた屋敷は、不意にカルベを殴らずに、私を殴り出した。一人でも困るのに、二人一緒に来られては私ももう仕方がないので、床の上に倒れたまま、二人のするままにさせてやったが、しかし私はさっきからそれほども、 たあうしてきたのであろうか。私は両手で頭を抱えてまん丸くなりながら私のしたことが二人から殴られねばならぬそれほども悪いかどうかを考えた。なるほど私は事件の起こり始めた時から二人にとっては意表外の行為ばかりをし続けていたに違いない。しかし私以外の二人も私にとっては意外なことばかりをしたではないか。 第一私は、屋敷から殴られる理由はない。たとえ私が屋敷と一緒にカルベにかからなかったとはいえ、私をもそんな時にかからせてやろうなどと思った屋敷自身が馬鹿なのだ。そう思ってはみても、結局二人から同時に殴られなかったのは屋敷だけで、一番殴られるべき責任のあるはずの彼が一番うまいことをしたのだから、 私も彼を一度殴り返すぐらいのことはしてもいいのだが、とにかくもうその時はぐったり私たちは疲れている。実際私たちのこのバカバカしい格闘も、原因は屋敷が暗室へ入ったことからだとはいえ、五万枚のネームプレートを短事実の間に仕上げた疲労が、より大きな原因になっていたに決まっているのだ。 ことに真鍮を腐食させるときの塩化鉄の収素は、それが多量に続いて出れば出るほど神経を疲労させるばかりではなく、人間の理性をさえ混乱させてしまうのだ。そのくせ、本能だけはますます体の中で明瞭に性質を表してくるのだから、このネームプレート製作所で起こる事件に腹を立てたりしていては、きりがないのだが、 それにしても、屋敷に殴られたことだけは、相手が屋敷であるだけに、忘れることはできない。私を殴った屋敷は、私にどういう態度をとるであろうか。彼の出方で、一つ彼を赤面させてやろうと思っていると、いつ終わったともわからずに終わった事件の後で、屋敷が言うには、どうもあの時君を殴ったのは悪いと思ったが、 君をあの時殴らなければ、いつまでカルベに自分が殴られるかもしれなかったから、事件に終わりをつけるために君を殴らせてもらったのだ。許してくれという。実際私も気づかなかったのだが、あの時一番悪くない私が二人から殴られなかったなら、事件はまだまだ続いていたに違いないのだ。それでは私は、 まだやっぱりこんな時にも屋敷の盗みを守っていたのかと思って、苦笑するより仕方がなくなり、せっかく屋敷を赤面させてやろうと思っていた楽しみも失ってしまって、ますます屋敷の優れた希望に驚かされるばかりとなったので、私もいまいましくなってきて、屋敷にそんなにうまく君が私を使ったからには、暗室の方も定めしうまくいったのであろうというと、 彼は彼で手慣れたもので、君までそんなことを言うようでは、カルベが私を殴るのだって当然だ。カルベに火をつけたのは君ではないのかと言って笑ってのけるのだ。なるほどそう言われれば、カルベに火をつけたのは私だと思われたって弁解のしようもないので、これはひょっとすると屋敷が私を殴ったのも、 私とカルベが共謀したからだと思ったのではなかろうかと思われだし、一体本当はどちらがどんなふうに私を思っているのか、ますます私には分からなくなりだした。しかし事実がそんなに不明瞭な中で、屋敷もカルベも二人ながらそれぞれ私を疑っているということだけは明瞭なのだ。だがこの私一人にとって明瞭なことも、 どこまでが現実として明瞭なことなのか、どこでどうして測ることができるのであろう。それにもかかわらず、私たちの間には一切が明瞭にわかっているかのごとき見えざる機会が、絶えず私たちを測っていて、その測ったままに、また私たちを推し進めてくれているのである。そうして私たちは、互いに疑い合いながらも、 翌日になれば全部の仕事が出来上がって楽々となることを予想し、その仕上げた賃金をもらうことの楽しみのために、もう疲労も争いも忘れて、その日の仕事を終えてしまうといよいよ翌日となって、また誰もが予想しなかった新しい出来事に合わねばならなかった。それは、主人が私たちの仕上げた製作品と引き換えに受け取ってきた、 金額全部を帰り道に落としてしまったことである。全く私たちの世の目もろくろく眠らずにした労力は何の役にも立たなくなったのだ。しかも金を受け取りに行った主人と一緒に私をこの家へ紹介してくれた主人の姉があらかじめ主人が金を落とすであろうと予想してついて行ったというのだから、このことだけは予想にたがわず、 事件は進行していたのに違いないが、ふと久しぶりに大金を儲けた楽しさから、たとえ一瞬の間でもいい、儲けた金額を持ってみたいと主人が言ったので、つい油断をして同情してしまい、主人にしばらくの間、その金を持たしたのだという。その間に一つの欠陥が、これも確実な機械のように働いていたのである。 もちろん落とした金額がもう一度出てくるなどと思っているものはいないから、警察へ届けはしたものの、一家はもう青ざめきってしまって、言葉などというものは誰もなく、私たちは私たちで賃金ももらうことができないのだから、一時に疲れが出てきて、仕事場に寝そべったまま動こうともしないのだ。カルベは、 手当たり次第に看板をぶち砕いて投げつけると、急に私に向かって、なぜお前はニヤニヤしているのかと突きかかってきた。私は別にニヤニヤしていたと思わないのだが、それがそんなにカルべに見えたのなら、あるいは笑っていたのかもしれない。確かに、あんまり主人の頭は機械だからだ。それは、 塩化鉄の長年の作用の結果なのかもしれないと思ってみても、頭の血管ほど恐るべきものはないではないか。そうしてその主人の血管が、また私たちを引きつけていて、怒ることもできない原因になっているということは、これは何という珍奇な構造の回り方なのであろう。しかし、私はそんなことをカルベに聞かせてやっても仕方がないので黙っていると。 突然私をにらみつけていたカルベが手を打って「よし酒を飲もう」と言い出すと立ち上がった。ちょうどそれはカルベが言わなくても私たちの中の誰かがもうすぐ言い出さねばならない瞬間に偶然カルベが言っただけなので何の不自然さもなくすぐすらすらと私たちの気分は酒の方へ向かっていったのだ。 実際そういう時には若者たちは酒でも飲むより仕方のない時なのだがそれがこの酒のために屋敷の生命までがなくなろうとは屋敷だって思わなかったに違いないその夜私たち三人は仕事場でそのまま車座になって十二時すぎまで飲み続けたのだが目が覚めると三人の中の屋敷が 重クロム酸アンモニアの残った溶液を水と間違えて土瓶の口から飲んで死んでいたのである。私は彼をこの家へ送った製作所の者たちが言うように、カルベが屋敷を殺したのだとは今でも思わない。もちろん私が屋敷の飲んだ重クロム酸アンモニアを使用するべきグリュー引きの部分にその日も働いていたとはいえ、 彼に酒を飲ましたのが私でない以上は、私よりも一応カルベの方がより多く疑われるのは当然であるが、それにしてもカルベが恋に酒を飲ましてまで屋敷を殺そうなどと深いたくらみの起ころうほど前から私たちは酒を飲みたくなっていたのではないのである。酒を飲みたくなった時より、 私がジュークロム酸アンモニアを作っておいた時間の方が前なのだから、疑い得られるとすると私なのにもかかわらず、それがカルベが疑われたというのも、カルベのまず一目で誰からも暴力を好むことを見破られるたくましい相棒から来ているのであろう。しかし私とても、もちろんカルベが全然屋敷を殺したのではないと断言するのではない。 私の知り得られる程度のことは、彼が屋敷を殺したのではないと言い得られるほどのことであるより仕方がないのだ。もともとカルベは、屋敷が暗室へ忍び込んだのを見ているからは、彼を殺害する以外に、彼に秘密を知られぬ方法はないと、一度は私のように思ったであろうから、そうして私が屋敷を殺害するのなら、酒を飲ましておいて、 その上、十クロム酸アンモニアを飲ますより仕方がないと思ったことさえあることから考えても、彼もそのように一度は思ったに違いないであろうから。だが、酒に酔っていたのは私と屋敷だけではなくて、カルベとても同様に酔っていたのだから、彼がその劇薬を屋敷に飲まそうなどとしたのではないであろう。よし。 たとえ日頃考えていたことが無意識に酔いの中に働いて彼が屋敷にジュクロム酸アンモニアを飲ましたのだとするなら、それならあるいは屋敷にそれを飲ましたのは同様な理由によって私かもしれないのだ。いや、全く私とて彼を殺さなかったとどうして断言することができるだろう。カルベより誰よりも いつも一番屋敷を恐れた者は私ではなかったか日常彼のいる限り彼の暗室へ忍び込むのを一番注意して眺めていたのは私ではなかったかいやそれより私の発見しつつある草煙と計算ジルコニウムの化合物に関する方程式を盗まれたと思い込みいつも一番激しく屋敷を恨んでいたのは 私ではなかったか。そうだ。もしかすると、屋敷を殺害したのは私かもしれぬのだ。私は、ジュークロム酸アンモニアの置き場を一番よく心得ていたのである。私は酔いの回らぬまでは、屋敷が明日からどこへ行ってどんなことをするのか、彼の自由になってからの行動ばかりが気になってならなかったのである。しかも、 彼を生かしておいて損をするのは、カルベよりも私ではなかったか。いや、もう私の頭も、いつの間にか主人の頭のように、はや円化鉄に侵されてしまっているのではなかろうか。私はもう、私がわからなくなってきた。私は、ただ近づいてくる機械の鋭い戦線が、 じりじり私を狙っているのを感じるだけだ。誰かもう私に代わって、私を裁いてくれ。私が何をしてきたか、そんなことを私に聞いたって、私の知っていようはずがないのだから。